公演直前なんですが、ちょっとね今日はまあ明日ハイタッチ会ということなので、そう、イエスありがとう。今日はあの公演終わってからもお仕事あったりするんで、ちょっと夜だと夜配信するのバタバタしちゃうかなと思って、なるべく公演前にしたかったんですけど、今日めっちゃ朝早くからリハしてたけど時間があんまなかったから、結構割とギリギリ、もう着替えました。この中に衣装着てる、もう着替えて一応そう先に着替えました。なのでちょっと急いで準備を終わらせました。朝からリハしました。公演リハしてきた、ありがとうございます。頑張ります。ちょっと夜だとバタバタしそうだから、ちょっと蒸し暑いかな。でもでも天気も悪い。あ、東京って雨降ってる？あ、トマさんありがとう。雨がすごいひどすぎて本当にやばかったです。福岡はちょっと天気が悪くて、東京の方がちょっとわかんないですけどどんな感じなんだろう。今曇ってるよ。だって、あ、そうなんだ。明日は雨見て、あ、そうなの？曇ったり雨降ったりって感じかな。やばい、ごめんなさい、変なとこ触っちゃってたわ。ハイタッチ会のリハもしました。剣がない？大丈夫ですか？サンレースメディアって勝てたらってちょっといいな、明日は買おう。明日は変えたらいいけど、もうバタバタしてるそうで、いつもなんか土日さ変えない、なんか仕事でバタバタしてる時にちょっとね、もう今日中に買っといた方がいい。大ちゃんありがとう、忙しい中ありがとう、見てくれてありがとう。行けなくなった方もいるしね、まあ来れる方はぜひお待ちしてます。明日のビッグサイトで、そうですね、準備皆さん忘れないで、忘れ物なく気をつけて。もう今日もう雨が、みんなちょっと大丈夫かなと思って、福岡で来てくれる方もいると思うしね、そうわざわざ遠いとこから来てくださる方には感謝です本当にね。で近い方もあのね、あの大事な休日にビッグサイトに来てくださる方ありがとう。そして福岡にも来てくださる方ね、ありがとうございます。来る予定の方頑張りますよ。こちらもちょっとね、いろいろステージイベントもありますし、ゆたちありがとう。
葵ちゃん、大ちゃん、ありがとうございます。そう、明日は衣装をですね、私服を着る、着てみんなに会うことはあんまないかな。明日は握手会と違ってちょっと衣装を着ます。衣装姿ですね。両方行く、ありがとう。片方だけでもありがとうございます。善悪と一緒というか、ウインナー食べられない、そうみたい、食べたいわ。ちょっと私も、あ、ね、かわいいです、ありがとう、ありがとう。なるほど、顔を知ってもらって個別でお話。なるほどね。こんにちは。天気が悪いのやだな。また次回のシングル、ふむ。それ、なんそれ、明日しちしめられるの嬉しい。久々だよね。え、ちょっと久々に会える方もいるのか、嬉しい。ちょっとでは、ありがとう、かわいい、頑張って、ありがとう。あ、葵ちゃんもありがとうございます。ちょっとこれ仕事してます頑張ってね、お仕事の。こんにちは。公園をもうソロ行きます15分したら行くんですけど、もう入ってる方いるよね多分。劇場来てくださる方とかさ、配信今見てさ、その後すぐさ公演見るってさ、どういうあれになるの。なんか、あ、配信で見てた人だって配信で見てた人出てきたってなる。なんか面白い。ハイタッチ会行きたい。ああ、これないのか。そうそう、これ行きたい。そうだよね、少し遠くなっちゃった。そうなのか、本物だみたいなこっちも本物なのよハイタッチ話したいハイタッチ、まあまあみんなそうね、話したいよね。おはよう。そうだよね。後輩ファイト、ありがとう、頑張ります。でも当日券買えるんじゃなかったっけ。ハイタッチ人によって強さ違うから気をつけて。え、怖い、やめてよ、こうやってやろう、もし強くされそうだったら怖いよ。なんか優しくお願い優しくお願いします。当日券買えないっけ、買えますっけ。なんか買えるよみたいに言ってなかった。あ、今頑張ります、ありがとう、楽しみます。当日券、あ、違うよ、ハイタッチね、ハイタッチ、ハイタッチは券なくてもなんか買えるよって言ってなかった、会場で。そんなこと言ってなかったっけ。医師とかさん、データ CD で当日券買えるよだって。海外の方はいいんですか。え、本当ですか。海外の方もいいんですよ。
海外の方も来てくださるんですか？楽しみです。まあでも当日券をそのハイタッチ会場でも買えるみたいなので、券なくてもまあ買える可能性もあります。あ、でも買えない、買えると思いますが、なくなる可能性もあるということですね。バケツをかぶるの CD が買えるんだ そうだ。なんかさ、新曲とかもし出てたらさ、これと合わせたらさ、よかったじゃないかって私思うんだけどね。なんかもし新曲が出てたらね、出てたタイミングでそういう握手会とかが、ハイタッチ会とかがあれば、なんか次の新曲とかの売り上げも上がってたんじゃないかってなるけど、まあそんなあれなのかな。また新曲は新曲でイベントあるとは思うけどね、いずれ。いや、おしゃべり会したいですもんね、早く。またね、次の新曲は全力やる。マジで他のグループがやってるから、そう、 HKT も来るのかな、もしかして。ついに博多も握手会 復活かな。なんか AKB さんとかやってない？こうシートが貼られてて、手だけ入れ 手だけなんか握手できるみたいな。なんか透明シートがあって、手だけなんかできてる感じじゃなかったっけ？ AKB さんとか。福岡ももしかしたら。そうだよね、シートあったよね。 HKT もついに握手が来る時あるのかな。そうですね、 NGT さんってやってますか？NGT さんのやってるやつとかで、スタコレも流れてきたし、 HKT の新コンテンツに、なんていうの、その後に HKT もやらせていただいてるから、そう、ってことは NGT さんがもし握手とかやってたら、 HKT もやる可能性もありますよね。シートありだって。ああ、リリーベでもやってたって。そうなんですね。じゃあ可能性高いね。私も何もまだ聞いてないんだけどさ、可能性あるってことよね、握手の。15分のテロップが出たら終わります。そうですね、誕生日オンラインお話し会もしてほしい。誕生日オンラインお話し会、ああ、オンラインお話し会。そうね、そうだよね。頑張っていけるよ 行きましょう。そうですね、まあ新曲が出るということがまずね、前提ですが、出なきゃね、イベントができないので、早く出ることを祈っています。 HKT の新曲。こんにちは。もう私は着替えもバッチリなので、テロップ出たら教えてください。あ、もう出そう。テロップになりそう。私、影アナだったらね 確かに。どうでしょうか。あ、1814、ありがとうございます。イエーイ、間に合ったー。じゃあランキング見ます。13位、岡谷さん、12位、ちいさん、11位、まっちゃん、10位、有丸ちゃん、9位、白川さん、8位、たかむん、7位、双眼鏡さん、6位、のりさん、5位、やすさん、4位、とまさん、3位、よたちさん、2位、あおいちゃん、1位、だいちゃん。間に合いました。ありがとう。やったー。
ではでは、またチャットとメール送ります。そして劇場でも配信でもよろしくお願いします。ありがとうね。バイバーイ。